配信です。お昼を食べようと思います。いただきます。よいしょ。多少大したものじゃありません。お昼一緒に食べよう。うん、エムリーが待ってるね。こちらこそありがとう。肉弁当じゃないよ。この後来てくれる？待ってる。あ、また来てくれるの？お帰りじゃん。全部行きます。待ってる。大宮待ってる。嬉しい。いやマジでなんかお話し会やりながらさ、え、なんでみんなこんな話に来てくれるんやろうって思ってた。彼女できたから花への気持ち薄れてく？お幸せに。幸せになりや。一緒にランチの気分？それは良き。話したいこと吹っ飛んだ？吹っ飛んでたな。うん。登録待ってるね。何？彼氏できたの？星になってるけど、この話の流れは彼氏やろ。聞かせて。のろけを聞かせてくれ。幹部ワンピース着る。珍しいやつ。あげちゃんみたいな彼女ですか？うん、花彼女ですね。めんどくさいと思うけどな。あ、どうだろう。でも人にあんま興味ないかも。なんか束縛とかしなそう。あ、でもみんなのこと束縛するからするか。職場の先輩？うわ、聞きたい恋バナ。公開収録多分もうね、並んでくださってる方いらっしゃる気がする。
ゴム待ってる、嬉しい。待ってるね。え、お話し会で聞かせて。え、嬉しい。また会いに来てください、ぜひ。彼女は菅波さん推しですか？嫉妬しない？今日暑いよね。わかんないけど暑そう。お仕事頑張って。水色のワンピース？メリジェニのやつ？長袖はミスってるわ。はなちゃんがいる部屋ははなちゃんが適温の温度にしてる。はな布教してくれてるの。ありがとう。今日の秘密の1、2分の服はおたくさんでした。リク頑張って。偉いよ日曜日に。花で87度は絶対にやめな。エアコンの話でしょ。どういうこと。ファウルの指輪、ね、見るだけ楽しい。やっぱ人差し指に無理やりはめたから取れなくてさ、困ってる。六本木でパスタ食べてた？いいな。いいな、いいな。いいな、いいな、いいな。え、天ぷらどうだろう。とりあえず、鬼神が出てくるところまでは見とかないと、鬼神が出てくるからな。ハウルの呼び上げ、激推しよ。そう、このハウルの指輪プレゼントでいただいた。京都は5月の頭ぐらいに行きました。え、全部見てほしい。ニケまで見て。うん、天空の舞台前情報必要かも。あのお邪魔ずちゃんの時よりはかなり必要かもしれない。話の内容は難しいかも。ちょっと読んでほしい。普通に花が見てほしい。お、今に2期の半分か。ランがめっちゃ可愛いでしょ。主って言ってくれる。主。バカのし、バカのし。
リムルはもともとスライムなの。お昼食べ終わった秒速のお昼。今日差し入れでな、綿菓子いただいた。おしゃれは綿菓子。もったいなくて今食べてない。まだちょ髪だけやろうかな。え、落ちた。よいしょっと、これセット。よいしょ。前までに見といて。なに、何の声？待って、今何を発した。私は メイクしなくてもいいよ、すっぴんでも可愛いよ。ツーショット撮るならメイクしてたいか。しなくてもいいんだけど、別に私的に。今日は可愛い格好をするので、可愛い髪型をします。メイクしてるの偉いね。ちょっと待って、むず。一旦結んどくか。ちょっと下手くそすぎたからもう一回結ぶけど。一旦くくっとくだけ、くくっとこう。むずいよねこれ。うまくできない。ほう、あくび出た。このハーフツインは難しいんです。結んどくよ。で結び直す。ちょっと多かったので量を減らしましょう。今日はハーフ中です。お揃いします。お揃いしようや。ちょっと高めにしとこう。あ、どや。あ、ダメかな。ちょっと高かった。え、むずい、このハーフツイン。
よいしょ。時間をかけて頑張ろう。むずっ、難しい、むずいですね、このむずこの発音は。そうなの、毛量と位置のバランスが難しい。あ、来たのでは？来た来た。来たよ。来た。もう絶妙な位置が難しいんですよね。多少違うような気もするような、同じような気もする。いや、いけてるかも。調節でなんとかなりそう。いけたのでは。内巻きにしていく。どうや。うんうんうん。遅れ毛が多めにしてみた。いらないな。いや、今更どうしようもないな。いけてる？
使わない毛は切ってしまおう。いい感じ。どう？前髪いい感じなのでは。ここが薄いね。オッケーオッケ髪は納得がいくまで溶かし続ける。きれいになった。固めました。乾燥するまで待ちます。
ょっと前髪短いけど、まあいっか。アクセサリーをつけるよ。できたできた。よし、準備できたよ。あとは着替えるだけですね。アクセサリーつけようっと。15分ぐらいで始まったね。アクセサリーをつけるのだが、ちょっとアクセサリー服に合わなかったら外してるかもしれんけど、一応これの予定だ。かな。オッケー。準備できました。準備できたので、残りの準備をするために準備を したいと思います。付き合ってくれてありがとう。髪真剣すぎてほぼ無言やったけど、ごめんっていう気持ち。この後も話し会待ってます。もっと可愛くして待ってます。バイバイ。